上哲夫さんはまだご存命の方なんですね。ですね、吹奏楽コンクールとかミュンヘンの国際音楽コンクールの課外曲にもなったような素晴らしい曲を大変書かれていまして、実は今日いらしていらっしゃいます。Thank you.
Thank you.